はい、今回は画面のようなイラストレーターの素材の文字を Photoshop のプラグイン iCandy を使って、このキラキラ加工のやり方を解説していきたいと思います。左側がフリー素材サイトから持ってきたイラストレーターの素材、これが元、右側が加工後の文字、これのやり方を解説していきたいと思います。やり方はとてもシンプルで簡単です。まず大前提として Photoshop のプラグイン iCandy を使用します。iCandy ですが、今は 17,290 円で販売されているみたいです。結構使い勝手の良いソフトとなってますのでおすすめです。サイトへのリンクは動画説明欄へ貼り付けておきます。まずフリー素材サイトよりダウンロードしたイラストレーターの素材の文字を Photoshop にコピーしていくんですが、そこに一手間かけます。コピーするときにこの数字、これ今グループ化されてます。このままコピーしてPhotoshop に貼り付けるんで、レイヤー形式で貼り付けてもいいんですけど、するとですね、ちょっとなんかズレが生まれたりしててうまく貼り付けられないんですよね。なのでまずこいつのグループをすべて解除します。コマンドシフト G でグループが解除できます。で、まずいらないものを消しちゃいます。この光ですかね。これはいらない。で、この上の切り返しみたいなやつもいらない。で、グループ解除すると、これが全部、パーツごとにこんな感じで分かれます。これパーツごとに、一個一個全部コピーします。コピーするときにですね、ちょっとした四角みたいなのを作って、指標みたいなやつ、目印みたいなやつをここに置いて、この上よりも上、左よりも左、ここに、これをまず適当に置きます。で、これを含めて、部品ごとにコピーしていきます。こんな感じですね。ここにあるのと。こんな感じで、どんどんコピーしていきます。下のやつも、この、四角を含めてコピーしていきます。こんな感じで。これを繰り返して部品ごとに全部、ちょっとめんどくさい作業ですけど、やっていきます。はい。Photoshop に全てコピーが完了しました。はい。それでコピーしたやつですが、この辺のやつです。シフトを押して、選択すればすべて選択されます。すべて選択した状態だとこうやってグループ化されたみたいに、まあこうやって一緒に動くんですけど、四角を入れた意味は、こうすべて選択して、この、ここですね。左に整列、上に整列ってやれば、この四角を基準の左側、上側で整列されるんで、綺麗に数字が出来上がります。で、こいつを選択範囲で囲って、まあ、1個ずつ消していくって感じですね。消すときはまあデリート押すだけでいいんで、全部消す、順番に全部消していけば、これ5の数字だけになります。今回ちょっと、まあ、雑にコピーしてきたんで、この線みたいなやつも入っちゃったんですけど、まあ今回は気にせずいきましょう。で、こんな感じで出来上がった5ですけど、一旦すべてまた選択して、コピーします。そうするとこんな感じで、コピーされると思うんですけど、で、一個一個、間にコピーしたやつを、それぞれの上に、並べます。こんな感じですね。で、まあこれはまあ一緒なんですけど、まあこんな感じで並べ替えて、元コピーみたいな感じにします。で、ここから iCandy を使っていきます。で、ここから iCandy 使うんですけど、iCandy をかけるレイヤーがなんとかのコピーってなってるやつだけに iCandy をかけていきます。これ一番上のやつで、フィルター、アイキャンディ。アイキャンディの中の、
この Chrome ってやつを使います。これまあテカテカのやつができてると思うんですけど、これがですね、オフィスってやつです。他、まあ、ヤシの木とかなんかいろいろあるんですけど、まあ、オフィスでいいかな。オフィスにしましょうか。屋外にしましょうか。屋外だとこんな感じなんで、でも幅とかやっていじればなんか適当にやってください。まあこんな感じですね。今回はまあデフォルトでいきますか。この屋外ってやつを選択します。こんな感じのやつができるんで、感じに OK でするだけです。するとこんな感じでできます。コピーした意味はですけど、下にこの元のやつを残しておきたいんで、こんな感じにして、1個だけちょっと変わった作業をやりますか。この2番目のこの文字の土台側のやつをちょっと縁だけにレベルをかけたいんで、そのままかけちゃうとちょっとおかしいんで、縁を作りたいと思います。コマンドをしながら、選択したいレイヤーをクリックすると選択範囲が出来上がりますので、その後コマンドシフト I、 選択範囲を反転です。土台のレイヤーを選択してコマンド J するとですね、このわかるかな、縁だけのやつが出来上がります。縁だけの出来やつが出来上がったら、そいつを一回コピーしておきます。縁だけのやつに、一緒のやつでいいんで I can と書きます。かけるとこんな感じのやつができるんで、これで OK で、こんな感じですね。でそれぞれの部品のコピーのやつにアイキャンディをかけていきます。フィルターでアイキャンディ一個一回選択しなくても、この一番上にコマンドコントロール F で、できます。勝手にかかっていきます。今ここですね。次はコマンドコントロール F やると、ここコマンドコントロール F するとここで、コピーコマンドコントロール F、こんな感じで全部の部品に一個一個かけていきます。はい、すべて Chrome をかけました。で次ですが、Chrome をかけたレイヤーを、この描画モードを適当に選んで、描画モードをすべてリニアライトに変えていきます。コピーってやつだけですね。はい、リニアライト。で、リニアライトと。リニアライト。かかってないとか。で、リニアライト。で、全部かな？ここもか。リニアライト。はい。で、一番上か。一番上もリニアライトってやつか。と、まあ、こんなテカテカなやつが出来上がりますよ、と。まあ、ほぼ完成ですけど、今回ちょっと、一番上は、ダイヤモンドの表面にしたいんで、またこれも素材サイトから持ってきたダイヤモンドのやつですけど、一番上の形で選択範囲を取って、マスクをかける感じです。で、まあ、ちょっと粗いんで、こんな感じにしますか。で、マスクをかけて、シャドウ内側って感じです。こんな感
じで調節してもらってで完成ですかね。ほぼほぼこんな感じでほぼ完成ですけど、なんでアイキャンディをかけるやつをコピーしたレイヤーにしたかというと、まあ、リニアライトかけたときに下のレイヤーの色が影響されるんですよ。で、例えばこの下のレイヤーの色を、カラーオーバーレイ、グラデーションオーバーレイか、例えばまあこのデフォルトタイトル青っぽいやつにしたりして、さっきのやつとも打つとこんな感じで青っぽいやつもできますよとっていう感じになるんですよ。これ青い立体が出来上がるんで、テカテカ、まあ、あのアイキャンディーをかけてるんでテカテカと感が出ますよみたいな。ここら辺を変えて描画モードをまあなんか他のやつに変えるとまた違う感じになりますよっていう感じです。おまけで、こんなキラキラーみたいなやつこんな感じで入れたりしたら、まあ、輝いて見えますよみたいな感じ。度が簡単にアイキャンディーを使えば出来上がりますよっていうことです。今回5でしたけど、他に作ったのがこんな感じで、こういうのもで、こういうのもあるんですけど、これはまた他のこれからこれを同じような感じでやっていったら、まあ、こういうのができますよという感じです。今回5を作りましたけど、まあ、こんな感じに簡単にできますよと。アイキャンディはこういうのも結構便利に使えますので、ぜひやっていただければいいかなと思います。両方とも 3D 素材サイトで、ダウンロードできますので、そのサイトのリンクはまた動画説明欄に貼っておきます。はい、今回は、イラストレーター、フォトショップを使って、アイキャンディーの使い方をちょっと解説させていただきました。今回は以上でございます。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。